スウェーデンのウップランド地方のオルケスタにあるオルケスタルウーン石、氏。バイキングのウルフルがノッポのトルケルやスカグルトステ、クヌート大王と共にイングランドからデーンゲルドを獲得した記念に立てた。ハジャーンガバグの嵐ノッポのトルケルエルエルインホービ、ノルウェー語、トークジェルホーム、スウェーデン語、トークルホーム、デンマーク語、トーキルドデンホーヤは、ボリン島のヨムスボルグ要塞を拠点とする。 ヨムスバイキングの司令官を務め、後に白爵にもなった人物。スコーネ地方の主張であるストルト・ハラルドの息子で、シグバルディ白爵の兄弟。生まれた場所も年代も不明。986年、ヒョルンガバグルの戦いに参戦した。1000年、スボルデルの戦いに参戦した。1010 10年、イングランドを攻撃した。オウェルガは川口のイップスウィッチのナクトンに、大軍で上陸し、 現地軍を破った。千0 1 1年、大量のデンエルドを受け取り帰国した。9月、トルケルとウィッフェン伯爵はカンタベリーを攻めた。都市は3週間耐えたが、古い大聖堂が焼け落ちた。トルケル軍は、カンタベリーのアエルヘアー大司教を捕虜とした。アエルヘアーは、地域をさらに貧しくすることを望まず、ミノシロキンとの交換を拒否した。その後、彼は、 宴会で酔ったトルケルの部下に殺害された。部下を制御できなかったとして、トルケルと支持者は軍から追放された。後にトルケルたちはイングランド王のエゼルレット2世に雇われた。1 0 1 3年、トルケルはデンマーク王のすべに一世と王子のクヌート一世を迎撃したが、敗れて、ある時はコイン関係のあるノルマンディ公国に亡命した。1 0 1 4年、 すでに一世が休止した。イングランドは侵略者のデンマーク人に反撃し、クヌート一世は征服を放棄した。エゼルレッド二世の軍は平和をもたらしたバイキングを攻撃した。クヌート一世の重邸のヘミングは、エゼルレッド二世の軍に殺害された。トルケルト・ウィッフ,フェンはデンマークに戻り、イングランドに入植した功績と、ヘミングの死をクヌート一世に伝えた。 1015年、トルケルとウィフヘンは、クヌート一世と共に、イングランドを再攻撃した。征服は成功し、トルケルは、功績を称えられて、東アングリア伯爵になった。1021年、理由は不明ながら、トルケルとクヌートの関係が悪化し、トルケルは王に追放されて、デンマークに戻った。しかしながら、クヌートは後にトルケルの本国での影響力の、 強さから敵に回すのは得策でないと気づいたためか、1023年にクヌートはトルケルと和解した。その結果、彼はデンマーク伯爵に認じられ、クヌートの息子のハーベクヌーズの養父としての親権を与えられた。しかし1年後にクヌートの義理の兄弟のウルフがデンマークの首領となったため、トルケルの支配は短いものに終わった。 1023年以降のトルケルへの言及は存在せず、彼は歴史から姿を消したように思われる。彼は単に置いたために争いから身を引いて、宮廷で余生を静かに送ったのかもしれない。あるいは彼は王国を捨てて、ヨムスボルグやスコーネ地方に戻ったのかもしれない。または彼はデンマークの狩領になって、すぐ1024年頃に死んだのかもしれない。ありがとうございます。